西口駅舎駅ビル、緑おしろ松本駅は、長野県松本市深市一丁目にある、東日本旅客鉄道、アルピコ交通の駅である。松本市の中心駅で、駅周辺には繁華街が広がり多くの企業、また高等学校、新州大学をはじめとする、各種学校の最寄り駅でもあり、利用者層は幅広く平日朝夕を、 主として、休日は日中を含めて混雑が見られる。周辺に多くの観光地があり、当駅はその拠点駅となっており、土休日には観光ツアーの団体客、旅行客等の利用で賑わいを見せる。JR 東日本の篠ノ井線と大井戸線、アルピコ交通の上高地線が乗り入れている。JR の駅としての所属線は篠ノ井線であり、 大井線と上高地線は当駅を起点としている。篠ノ井線の列車については、塩尻駅を介して、中央本線に直通する列車も多数、設定されている。そのため、JR 東日本では、旅客案内所は当駅以南も、中央本線の一部として案内されている。大井線は、駅ナンバー、42が、アルピコ交通上高地線では、駅番号、 AK-01 が付与されている。特急列車は東京方面とを結ぶ、あずさと名古屋、長野方面とを結ぶ、品野の全列車が停車し、あずさについては大糸線に直通する一部列車を除き、当駅を四重儀としている。2018年頃までは土、休日に運転される浜海寺も発着していた。当駅以南、 塩尻駅を経由し、中央本線交付、東京方面が東京近郊区間に入る。JR 松本駅の事務官高度は511,504である。ホーム自由通路と改札口改札内あたり駅は、JR 東日本とアルピコ交通が構内を共用する共同使用駅で、JR 東日本が駅を管轄している。標高は586.0メートル。 0番線から7番線まで、各ホームに2線ずつ、計4面8線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を有している。改札口は1箇所で3階にある。その他3階に、JR 東日本の設備として、駅事務室、緑の窓口、ビューアルトがある。また、自動券売機、指定席券売機、自動改札機を設置している。松本市も設備を有しており、 観光案内所がある。直営駅であり、管理駅として、篠ノ井線の村井駅か無力駅間の各駅及び、大糸線の北松本駅、東内駅、島高松駅を管理している。駅舎の店舗は、駅ビル、緑と2階3階で接続しているほか、3階に、スターバックスコーヒー、ニューデイズがある。改札の外には、お城口、アルプス口それぞれに、エスカレーターと、 エレベーターが設置され、車椅子利用者単独での利用が可能である。改札の中の通路及びホーム上に、ニューデイズ、各種売店がある。駅そばは0.1番線と6.7番線にある。改札の中には、すべてのホームにエレベーターが6.7番線を除く、各ホームにエスカレーターが設置されている。特急列車が発着するホームの長の方には、 喫煙ルームが設置されている。2007年5月1日に、松本市政志向100周年を迎えるにあたって、駅舎、駅前広場の改良工事が行われた。お城口に3代目駅舎の表札が掲示されており、これは当時南安美郡と吉田町在住の俳句、総称、天国家の蘇山玉木水による記号目調である。 松本駅前に店を構える飯田屋県と塩尻駅の駅弁業者でもある川上の2社の駅弁が主に販売されている。松本市街地の西端に位置する。東口周辺松本バスターミナル。松本駅をお口松本駅を白口松本駅。アルプス口駐車区。出店報道発表資料新聞記事。JR 東日本アルピコ交通。ありがとうございます。